はい。ということで、今日は下北沢散歩でございます。今日の企画は、こんなね、サブカル1ミリも入ってないような人間が、サブカル人間、前地にね、下北沢を案内してもらって、気になるね、飲食店さんをちょっと回っていこうというコーナーなんですけど。僕もでも飲食店あんまわかんないです。下北別に食べに来るっていう、あんまなくないですか？古着とかならあるんですけど。これ来ないからわかんないんだけど。だからもう本当、話になんないですね。まあとりあえずね、どんな店があるのかってところなんですけど、とりあえず歩きながら話そうか。行きましょう。行きましょう。あれやっぱ古着屋が多いんだね、こんな感じで。ああ、古着屋とかカフェとか、まあ、俺のイメージ通りではあるんだよね。なんかサブカルな街って感じで、古着屋さんとかね、結構おしゃれなお店が多かったりだとか。めちゃくちゃいいですね。落ち着くっすわ。落ち着く？落ち着くっすね。俺そわそわする。平日だけど結構人多いね。そうですね。今目的もなく行ってるんですもんね。目的もなく、とりあえず気になるお店で。食べて取ろうっていう話。そうですよね。いやなんかせっかくさ、こう暑い時期だからさ、はいはい、まあテイクアウトっていうか、なんか軒先でちょっと食えるようなとこ食ってみたいよね。そうですね。こういうのでしょ。言ってたらこういうことでしょ。あ、すいません。ゴルゴンゾーラソフトを3ついただいていいですか。はい。でなんか結構これメニューも多いですね。ソフトから、まあ、ゴルゴンゾーラで普通のフルーツ系もあるし。なんかレアチーズプリンとかチーズ専門店なんだね、多分こっちの方が有名だったら、もしかしてこのA看板食べた方が良かったかもしれないね。このレアチーズプリンね。めちゃくちゃ今日暑いからさ、アイスにしようよ。アイスです。あ、あげます。じゃあ先マイチーズどうぞどうぞ。あ、じゃあ僕いいですか。じゃあ先食べちゃって。え、このかかってんのは蜂蜜ですよね。蜂蜜じゃない、ゴルゴンゾーラだから。うまい。うまい。でもなんかチーズはしてないですね。してる？結構チーズよ。うわー、やっぱめちゃくちゃうまそう。うわー、ありがとうございます。はい。ちょっと食っちゃってくださいよ、アイス。いただきます。チーズしてますね、これ。してますよ、俺がほら。じゃあもうね、マイチンは大体全部うまいって人だから。分かってるじゃないですか、俺の舌いかれてる。でも、後掛けしてあるさ、このダイスのクリームチーズじゃない、ゴルゴンゾーラがかじると、めちゃくちゃチーズ。めちゃくちゃうまい。それこそさ、ゴルゴンゾーラチーズピザ、あれに蜂蜜かかってるのと一緒だよね、やっぱ甘じょっぱいのがうまいみたいな。重たいけど、でもやっぱ爽やかだね、アイスだから。美味しい。美味しい。一番最初にアイス食べちゃったっすね。順番っすね。下手くそっすね、ロケ下手くそよ。いやだってだから、もう暑いし無理じゃない。まあ見ちゃったら入るしかないっすよね、こんな。アイスぐらい食わしてくれよ。でもまあ、今のちょっと歩きで、下北沢がどんな街かっていうのは、俺もちょっと把握してきた。食べ物ロケの街ではない、今のところ。大丈夫かな、まだ10分ぐらいしか歩いてないですけど。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。お疲れ様です。いいじゃん。うまかったね。うまかったっす。うまかったけど、今チーズの塩分でさ、むちゃくちゃ喉乾いたんだわ。そうなんですよ。コンビニ寄ってお茶とか買いたいもん。ダメ。いやーでもいい。スープカレーが有名なわけ？聞いたことないですね。わかんないです。僕あんま言わないようにします。ちょっと待って。これ超食いたいんだけど。まあこれ今日は麺やめましょう。なんでよ。いつも麺食ってるから。いいじゃない。いつはうまそうだな。いやここめっちゃ俺気になってたのよ。純手打ち麺と未来さん。これね、麺が独特で、めちゃくちゃ麺が太切りなのよ。ああ、平打ちになるんですか。平打ちっていうか、もう食べたらわかるよ。いきます。え、行く？本当に行く？行こうよ。あ、でもまあカウンター席だからちょっと取れないかもしれないけど。あれ、じゃプライベート行くから。ただのプライベート。それはそれで。撮影終わってから行こうか。それはね。後でね。でさっきここら辺車止めるのに回ってたんだけど、この商店街はちょこちょこ飲食店あるよね。あるっすか？飲食店系は本当にわかんないです。こっちの通りって結構古着屋あんま見ないんで。古着屋はないじゃない。そう。だから来ないんですよ。僕。なるほどね。やっぱ毎日は古着見にしか来ないの。そうですね。古着以外見たことないですね。飯を食え、飯を。飯食いに来ないっすよ。でも本当は多分いろいろあるんだろうけど。あると思うよ。有名店とかいっぱいあるでしょきっと。こことかもさ、結構珍しいのあるね。海外料理多いよね。チキンブリトーとか。あ、うまそう。多国籍料理だねここは。うわ、いいな。立ち食いタコスとかよくない？うんうんうん。行かないんですね。行く？見事に行かない感じ。俺実はそこは気になってたよな最初から。バインミーバーバーさんってバインミー屋さん？あ、でもうまそう。ここで閉める。早っ、2店舗よ。いやいや、考えてみてよ。普通の食べ歩きの動画ってそんな4店舗5店舗取らないよ。まあ暑いからそこは譲渡してくれよ。そうしますか。そうしましょう。じゃあこれ一番人気はバーバーみたいよ。わかりました。じゃあバーバーにします。自分バーバー。バインミンバーバー。バインミーバーバーで。俺じゃあバインミーガーヌンサーってどれ？あ、これか。でパクチー大盛りでこれセットで。じゃあこれでお願いします。ああ、しみる。喉に効く。やっと飲めた。うん。やっと飲み物飲めたよ。あ、ありがとうございます。これがバーバーのパクチーの味ですね。はい。ガヌスはパクチー大盛りです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。バイミーガヌス。火がついたら覚えてる。じゃあちょっとこちらいただいちゃいましょうか。はい。パクチー大盛りしたんでこんな感じで。え？いただきます。出るじゃないですか。うまっ。めっちゃうまいわ。うん。ただでも1個でパンチがすごい。全然普通の人だったらこれ1個でパンパンになると思うよ。この細かいやつは何ですか？チキンフレークみたい。チキンフレーク。うん。あ、うん。めっちゃうまくない？うまい。あっさりしててうまいな。具材入ってるんだけど俺生野菜が多いからそんな濃くないというか。パクチーと合いますか？うわ、合うよ。めちゃくちゃ入れてますけど。めちゃくちゃ合うよ。これ酢漬けピクルスみたいなの入ってるんですけどこれはねすごいいい味してる。あ、これめっちゃありがたい。うん、うまいよね。うん、うまっ。これちょっと卓上にあるこれチリソースかけてみる？これうわ、これうまいでしょ絶対。あ、うまい。うまい。合うな、これ。これめっちゃ美味しい。美味しい。やっぱ酸っぱくて甘くて辛い。アジア料理っぽいよね。南米とか。やっぱコロナになる前はさ、俺結構タイ行ってたからあっちの飯が好きで、なかなかねちょっとこのご時世になって行けなくなっちゃったけど、まあ、ベトナムはね近い国で食文化も似てるけどこんだけ本格的に食えるんだったら全然いいね。うん、うまっ。でこれテイクアウトもできたからなんか食べ歩きと思ったけどそんな物量じゃない軽く食べ歩いて食える物量ではないね。めちゃくちゃ大きい。うん、ボリュームが。でもまあ安いメニューだとこれで600円ぐらいだから、うん、安いよねだいぶ。うん、うまっ。チョコとかあんことかもある。あ、本当だ。デザートのスイーツみたいなパンもあるんですね。はい、うん、一瞬で食べ終わったわ。はい、ちょっとごちそうさまでした。ということで、本日ですね、下北沢を回ってきたと。私初めてだったんですけど、飯はめちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃ良かったです。もう2軒しか回ってないんだけど、ね、ソフトクリームとバインミート、うん、結構歩いてるとさ多国籍な料理が多かったりとか、スープカレーは北海道だけど、中でいろんなねお店さんがあって、マイチンは古着屋にしか来ないと、あんまり飯はないですよねって言ってたけど実際歩いてみたら結構あるよね。いや僕もね着目して見てなかったんで、ああなるほどね、そういう街でもあるのねっていう新しい発見を見つけました。あったよかったよかったよかった。これちょっと見てもらってね、なかなかこう食べ歩きの街ってイメージはないとは思うんですけど、ちょっと今回ねこういった企画で、下北沢回ってみるとテイクアウトとかでね持ち帰りながら食べ歩きできるようなお店も多かったですし、もちろんねスープカレーとか、あとは喫茶店のようなね星すやで食べれるようなお店も多いので、洋服だけではなくてね、ぜひね皆さんも気になってる方はこの下北沢で美味しいねちょっと料理を食べてもらって、この日差しにね負けないスタミナをつけてもらって、今年もね夏乗り切っていただければなと思います。こんな感じ。そうですね。じゃあラーメン行きます。じゃあラーメン行こうか撮影外に